はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、今日からですね、1週間はい、スチームネクストフェスまた始まりましたね。はい、このネクストフェスではですね、いつも、新作ゲームはもちろんのことを、こう注目のゲームの皆さんがこうプレイしたいと思うようなゲームの体験版が遊べたり、そしてライブストリーミングを通して開発者の声を聞くことができて、そのライブストリーミングは、チャットによってね参加することができたりして、ディスカッションができる、はい、イベントとなっていて、もう6、7回年に2回あるのかな、はい、結構な回数もう重ねてますけれども、はい、皆さんもう慣れたでしょうか。調べやすくなりましたよね、ジャンルごとに、見ることができますし、まあ、まずは自分の好きなジャンルからこう探してみてね、はい、だいたい自分のおすすめ、自分の、ゲームのプレイ時間とかに基づいたおすすめが出たりとか、こうジャンルごとに探すことができたりとか、アクションゲームの中でもアドベンチャー寄りとかオープンワールド系のゲームとかね、そういう、ユーザータグを使って FPS であるとかカテゴリー分けされてます。それによってさらに調べやすくなってますし、この一番下のところを見ると、はい、すべてのタイトル閲覧ということで、人気の近日上場、みんながチェックしている、フォローしている人気のタイトル、みんながプレイしている人気のタイトルがこのような感じで出ています。今だったらね、はい、ピノキオの物語を反転させるという新しい試みのソウルライクアクションゲームが、まあ、アクションゲームとして一番遊ばれている人気のタイトルですね。まあ、このゲーム自体は予約購入がすでに始まっていて、まあ、9月19日に、ね、発売されるんですけど、はい、このゲームが今人気があるみたいですね。まあ、こんな感じでこう待望のゲーム、体験版遊びたいなと思わせるような、もう PV からちょっと話題になっているゲームなんかが上位に来る傾向にありますよね。はい、これもウォーヘイブンといって、無料でできる16対16の PVP アクションゲーム、まあ、PVP はもうずっと人気のジャンルとして君臨していますけれども、はい、人対人の対戦型のゲームですね。はい、こういうね近接武器を活用した乱闘ということで、これもね、もう話題になってますが、こういうものが遊べたりしますよね。で、ウィッシュリストの最も人気の近日登場ゲーム、みんながウィッシュリストに入れてる上位がこのように出ています。まあ、ほとんどね人気の近日登場と変わらないんですけどね、ラインナップ、はい、みんながウィッシュリストに入れてるものはどうかで、今回の Steam Next で、体験版を、たくさんダウンロードして遊んでる上位順、まあみんなこの人気の近日登場から選んで遊んでるので、やっぱりピノキオのアクションゲームとかが、来たりとかしてますよね。まあこのような調べ方ができますし、さらに絞り込むならば、自分でジャンルとか、まあ、サブジャンル、ビジュアル、テーマと雰囲気、特徴ということで、はい、さらに絞り込みをかけて、ここのね数字を減らすことによって、探しやすくするという、まあ、アクションゲームと一口で言うといっぱいありますからね。はい、それが各ジャンルに、設けられていると、はい、ストラテジーゲームとかシミュレーションも人気がありますが、はい、RPG とかね、はい、こういう、人気のあるそのユーザータグジャンルの中から選ぶことができるようになってますよね。はい、そしてですね、自分の今までプレイしてきたものに合わせたこのホームというのをクリックするとディスカバリーキューも開くことができますよね。まあ、これも進化してよりこう自分に合ったゲームが選べるようになりました。さっきのピノキオすげえなめちゃくちゃやっぱり話題なんでしょうね。はい、この、右にずっと送っていくとなんかアークみたいな、ゲームがヒットしましたが、はい、いろいろ出てくるわけですよね。またこれ牧歌的な2D 系のね、はい、可愛い心地よい恋愛シミュレーション、クラフト農場シミュレーション、
牧場物語系の今流行りのジャンルかもしれません。まあこれもなんか牧場物語っぽいですよね。子供向けのゲーム、まあなかなかこう低年齢向けのゲームというか、家族で遊ぶことができるような、子供たちにもこうプレイさせることができるような、まあどうしても PC ゲームって大人向きのイメージあるんですけれども、こんな感じで子供向きのゲームもありますよね。ハウスフリッパーも2が出るんですね。でゴーストトリックであるとか、はい、これはアクションでもありますけれども、ビジュアルノベルでもあると、謎解きミステリーアドベンチャーの名作が復活と、逆転裁判シリーズの生みの親が手掛けたゴーストトリックが HD リマスター化されたということで話題になってますね。まあこういうのはやっぱり体験版として遊びたいですよね。はい、和芸洋芸問わず、このように、まあ、自分の今までプレイした中から、自分が見てきたものの中からのおすすめがこのように、出ます。で、ウィッシュリストに入れるのかスルーするのか、まあ、さらにね詳しくストアページを見るのか、体験版を遊んでみるのかっていうところがね、選択できるっていうことが、こう従来のディスカバリー級とは少し違うところです。まあ大体同じなんですけどね。で、このゲームをおすすめする理由としての根拠もね、示されているので、まあ、バルヘイムとかアークをプレイしているので、こういう似たような、はい、キャラカスの、アドベンチャーゲームが選ばれているとかね、そういうところから結構ね、Steam って同じようなジャンルのゲームがたくさんあって、自分が見逃しているゲーム、でフレンドたちが遊んでいて、フレンドがおすすめしているゲームなんかもこうやってヒットするので、はい、それでこう良いゲームをね発見しやすくなってますよね。はい、こんな感じで送っていただくといいと思います。でもねこれなんか見ていくと体験版がないやつもあるので、まあ、必ずしも今回のこのディスカバリー Q は、まあ、体験版をインストールするものとは限らないですけど、ほぼね体験版をインストールできるものなんですけど、はい、遊ぶことができるので、はい、皆さんもぜひこういうねディスカバリー Q を活用してみてください。はい、取り急ぎこんな感じで、紹介することができましたが、はい、皆さんも、自分の好きなジャンルからぜひ始めて、まあ、迷ったらこのホームのところの全ジャンルの、まあ、おすすめみたいなところから探して、一度体験版遊んでみてください。またねこの期間中どんどんプレイして動画流したいと思いますので、また遊びに来ていただければ嬉しいです。ではまた皆さんで、Steam 楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember